皆さんこんにちは。登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山飯などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、皆さんこんばんは。今回はですね、ちょっとね急遽動画回してるんですけども、気になるねニュースが一つありましたんでね、ちょっとね山のニュースやっぱり見逃せないなということで、ご紹介したいなと思います。でですね、今回ねちょっとどういうニュースかと言いますと、新しいね登山道が整備されましたっていうニュースなんですよね。でどこの山かと言いますと、長野県上伊那市飯島町っていうところにねあります、笠山というね山なんです。笠山という山ね、標高1541メートルという、ちょっと微妙な低山と言ってもまあまあ標高あるよねっていうぐらいの、微妙な山なんですけども、こちらがですね実は、中央アルプスのね山域にある山といえばね、もう中央アルプスには駒ヶ岳、宇津木岳、コスモ岳、南駒ヶ岳ね、いろいろ数々の名峰があるんですけども、そちらにねやっぱこう目が行きがちなんですけども、やっぱり日帰りでねサクッと登れてめちゃめちゃ絶景のね眺望のいい山がやっぱあるんですよね。全然知らなかったんですけどね、笠山っていうね山だそうです。はい、ちょっとねこの笠山がですね、実はですねその本当絶景でということで、東側はね南アルプスがすごく一望できて、西側のルートは中央アルプスがね今度一望できると。でさらにね稲谷がねバーンと一望できるということで、三面側にね、ものすごい大絶景が、三方にね大絶景が広がるということで、非常に魅力的な山だなと思うんですよね。で今ねそのこれまではそのコースがね2つあったそうなんですよ。東ルートと、西ルートで、東ルートが御嶽山ルートということで、3.8 キロのねルートで、西ルートが町民の森コース 3.2 キロということで、こちらの方がね中央アルプスが見えると。東ルートは御嶽山見えるんですかね、ちょっとどんな感じなのかわからないんですけど、でそれぞれをねこうピストンするっていうことしかできなかったそうなんですけども、これをね、地元のですね南駒里山クラブさん、こちらがね、なんとね4年もかけてですね、この2つのルートをね連結するというね、スタンドの整備を行ってくれましたということで、もう今ね通れるようになってるそうなんですよね。で山っぷなんかでも、活動日記上がってたりしてましてね、ちょっと見てみるとねやっぱりなかなかこの接続ルートが森林浴ができてね、すごく綺麗なね樹林帯のトレイルを歩けるっていうようなルート でしかもねそれぞれのルート2つね美味しい、南アルプスの中央アルプスも見れて、しかも森林浴も楽しめてね、もう本当に稲谷も眺望も最高っていうね、こんななかなか 1500m の山でそれだけのね、眺望を楽しめる山ってなかなかじゃないかなっていう、日帰りでしかもねサクッと行けてっていう、これはぜひねちょっと林木式としてはね見逃せないなということで、今シーズンチャンスがあったんでぜひ行ってみたいなと思うんですよね。ちょっとね長野県、の中央アルプスの、里山ということで、ちょっとね日本全国という、エリア間ではなかなか来るのも難しい方もねいるとは思うんですけども、本当に中部圏の方で山悩んでどうしようみたいな、でアルプスはちょっと時間的に休みがなみたいなね感じで、ちょっとサクッとこう日帰りで登りたい、でも絶景はやっぱり見たいなっていう時に、このね、長野県上伊那市の笠山、ぜひ登ってみてはいかがでしょうか。ちょっと自分もね登ってないんで、今シーズンなんとかね、ピーク踏める機会があればぜひ行ってみたいと思います。はい、今回はね短い動画でしたけども、長野県の、ね、笠山のご紹介でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。